私は令和新選組山本太郎さんの作った令和新選組から比例区に立候補している安留あゆみと申します。今演奏してくださっている曲はマイケル・ジャクソンのフィール・ザ・ワールドという曲です。マイケル・ジャクソンさん自身がどんな人だったか私はよく知りません。会ったこともない。そもそも生きてる時には関心がなかった。もちろん彼も大きな苦悩の中で生きてきたので、そして大きな暴力を受けて生きてきたので、他人に対して暴力を振るうこともあったと思います。しかしその彼がその恐ろしいとんでもない高みに登って、そしてその谷底に突き落とされるような、その人生の中から学んだ思想作品は、私は真理を私たちに与えてくれると信じています。このヒルダワールドという作品の中で彼はこう言いました。小さな場所を作りましょう、より良い場所にしましょう、私のために、あなたのために、全人類のために、そして地球を癒しましょう、子供たちのために残しましょうと。小さな場所を作るというのが、私はマイケル・ジャクソンの私たちに授けた革命的戦略だと思っています。大きな物語は必要ないんです。それはもう社会主義という形で20世紀に実験されて、とてつもない悲劇を巻き起こしました。何億人のもの人々がこの実験のために命を奪われました。その結果分かったことは、人間はとても愚かだったということです。社会主義という思想は人間の理性を信じます。自分たちが自分たちをしっかり考えて話し合って討議をすれば、立派な社会を築けるはずだ、その信念の上に社会主義革命は行われました。そしてその善意のうちに上に社会を築こうとした結果、莫大な数の人々を殺していくことになりました。それは自分が善意が、自分には正義があり、自分には善意があると信じた人が権力を握ると、その正義を邪魔する人を殺す、正当化する理由が生まれてしまうからです。そして何よりも人類の知性、人類の理性はこの巨大な社会を正しく運営するほどに立派ではないんです。